い、皆さんごきげんよう、タトです。あっという間に年末ですね。12月がやってきました。2019年の猶予もあと半月くらいはあるので、年末にもう一本ぐらい今年の締めくくりみたいな動画をあげれたらいいなと思います。今年も本当にいろんなことがありました。皆さんは12月といったら何を思い浮かべますか？今年の締めくくりとか年末とか来年の準備とか、何かと忙しい12月ではございますが、特に今はですね、見渡す限り一面のクリスマスなんじゃないでしょうか。クリスマスイベントに、クリスマスセールに、そして何かとプレゼントが多い月なんじゃないかなと思います。はい、ということで本日は私が最近買ったプレゼントをご紹介したいと思います。ユニコーンちゃんです。かわいい。はい、この子は自分へのプレゼントです。この胸についてるハートの TY っていうのが、 TY っていうブランドで世界150カ国以上で愛されているオンリーワンのぬいぐるみと言われています。いろんなところに置いてあるので、見たことある人も多いんじゃないかなと思います。フリックリの目々が特徴です。はい、そんな可愛いこの子なんですけど、実はこの子には私と同じある共通点があるんです。あの、目がついてるとか色が白いとかじゃないですよ。なんだと思いますか？実はですね、この子私と同じ誕生日なんです。おめでとう。ちなみに私の誕生日は12月21日、1221の12月21日です。みんな盛大にお祝いしてくださいね。そう、この TY っていうぬいぐるみシリーズは一匹一匹に名前と誕生日がついてるんですよ。このタグの一番上に名前が書いてあって、その下に簡単な自己紹介が書いてあります。この子の名前はスターダストくんです。星屑とか夜空のキラキラっていう意味ですね。めちゃめちゃ可愛いです。僕のひずみは赤と緑、体は光り輝いて、普通の角じゃない黄金の角を持ってるんだよ、みたいなことが書いてあります。可愛いですね。誕生日がその下の My birthday is December 21って書いてあるんで、12月21日って書いてあります。自分と同じ誕生日って結構親近感ないですか？私はこのスターダストちゃんすごい親近感が湧いて、今回は自分へのプレゼントにお迎えしました。クリスマスシーズンの今は皆さんの頭の中に結構プレゼントっていう単語も思い浮かぶんじゃないでしょうか。プレゼントって結構悩みませんか？例えば消耗品がいいかなとか、自分だったらこれ欲しいかなってものを選ぶとか、いろいろと悩むと思うんですけど、ちなみにこの子はですね、部屋に置けるようなサイズもあるし、車のダッシュボードにポンと置けるぐらいのつむつむサイズみたいなぬいぐるみもあったりするので、まあ、普段ぬいぐるみとかこの人持ってなさそうだなっていう人にあげるのにもそんなにレベルは高くないんじゃないかなと思います。 TY シリーズのぬいぐるみはですね、ネットで検索すると誕生日で探すことができるんですけど、この子はね、ネットに載ってなかったんですよ。実際ね、365日全ての日に誕生日の子がいるわけじゃなくて、誕生日の日の子がいない日もあるので、私は12月で検索して出てこなかったので、あ、自分の誕生日の子はいないんだなって思ってたんですけど、12月に入ってから大きなおもちゃ屋さんとかぬいぐるみ屋さんに行ったら、この子がポンって出てきてて、21の子いるじゃんってなって買っちゃいました。なんで気になる方はネットで調べるよりも、大きなこうおもちゃ屋さんとかぬいぐるみがいっぱい置いてあるお店にちょっと行って探してみた方が確実かなと思います。ぜひクリスマスシーズン、皆さんのプレゼント選びにも役立つといいなと思います。でもね、実際はこうプレゼントはプレゼントする相手のことを考えてあげた時間とか優しい気持ちが何より一番幸せであったかいんじゃないかなと思うので、ちゃんと考えて選んだものだったら何でもいいんじゃないかなと思います。ということで、私の誕生日も近いので、私の誕生日は皆さんこれからもずっと大事にあったかく見守ってください。はい、ということで今日も動画を見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またねー。